田沢湖に着きました。誰もいません。セミがいる。ちょっと近くまで一回行ってみようね。ちょっと触ってみようか。あ、そんなに冷たくない。おっと。よし、入ってみよう。これはプライベートビーチですね。セミ付き。触った時よりちょっと冷たくない？でもそんな大したことないんじゃない？本当？うん、プールこんなもんだよ。そっか、でも冷たいよ、うん、ちょっとずつ入んないと心臓が止まって死んじゃうから。おお、ちょっと冷たい。あー、ということで田沢湖入ってみました。私全身は怖いので入れません。田沢湖のことを調べていたら中で泳ぐことができるというのを知ったので、今回は挑戦してみました。なんか自分が立てた波が消えてくるのがすごくいいと思いました。もやし、どっかで捨てましょう、ゴミ箱に。系の伏流水を使用したもやし日記。ちゃんとゴミは持ち帰りましょう。はい、水に浸かりましたね。はい、はい、それで今は田沢湖の周りを回ってみようかなと思ってます。田沢湖はじゃあ何番目になる？やっぱり2番目にしときます。だって大きいよ。うん、綺麗。もう山や入道雲が湖面に映ってとっても美しいです。こんないい天気になると思わなかった。嬉しいね。ありがとうございます。手前のススキ。ブリフォ。帽子かぶりましたね。はい、帽子変わりました。似合うかな。神社とかもあるみたいなので行ってみますかね。カラスかわいい。取るよ。
見ちゃうかな。お困りごとはないですか。濡れたかもしれません。うわタツコ像です。綺麗だね。思ってたやつこれなんだ、うん、実はトワダコで、トワダコにいると思ってたのがこれ、この方タツコさん。素敵なポーズだね。やる。ちょっとスカートもなんか似たようなの感じ。その手は、そっち側の手は、うん、股間じゃなくてももの、ここそうそう漏れそうっていうんじゃなくて、で首がね、傾いてる、うん、そうそう、で、もうちょっと戻して、うん、そんな感じ、そんな感じ。はい、以上です。もうここは魚さんみたいな、これをバックに。